先はと。目的地はどこだ。ま、どこでも同じだがな。おやつを持ってきてあるの。みんなで一緒に食べようよ。師匠どうしたんですか？ん？それお酒？ああ、ルルアちゃん、そうなのよ、度数の高いやつなの。へえ、なんだか珍しいですね、師匠がお酒を持ってるなんて。でしょ？これ依頼の報酬なのよ。私お酒は絶対に飲まないって決めてるから。あれ、そうなんですか？なんだか意外かも。あら、失礼ね。裏では飲んだくれて騒いでるとでも思った？そういうわけじゃないんですけど。でもどうしてなんですか？未成年だから。いやいや、ちゃんと成人してるわよ。失礼ね。5分。忘れもしない、成人したすぐ次の日よ。私はお酒デビューをしようとウキウキして酒場に入ったの。でもそこでね、巻き込まれてしまったの。巻き込まれた。ええ、とんでもない酔っ払い女性二人組の宴会にね。あの時はすごかったわ。だって巻き込まれた後の記憶残ってな。うわ。後で聞いてみたら、アーランドでは有名な二人組らしくって。それはいいんだけど、あの二人を見て思ったの。あの二人みたいにならないよう絶対にお酒は飲むまいって。あ、そういうことだったんですか。ええ、ルルアちゃんも覚えておきなさい。酒は飲んでも飲まれるな。はい、肝に銘じておきます。行き先はっと。
中身はなんだ。さて、どこ出発だね。楽しいお出かけになるといいね。ここはいい材料が取れそうだね。ねえみんな、お願いがあるんだけどさ。みんなも材料を集めてきてくれない？手分けした方がいっぱい集まりそうだし。はい、わかりました。たくさん集めてくるね。それは構わないが、いいのか？あたりからは魔物の気配がするが。うん、少しの間だったら大丈夫でしょう。うん、というわけで任せたよ。あ、おい、たく、やれやれ。まあ確かに心配よね。手早く集めてくるとしましょう。ああ、さてさて、どんな材料があるのかな。あ、もしかしてピンチ？怪我はない？あ、はい。おほー、あたしはイエルチェ、イエルチェエレミース。まあ、さすらいの冒険者ってところかな。君は？私はレルアって言います。助けてくれてありがとうございます、イエルチェさん。いやいや、目の前に魔物がいたら切るでしょ。だから別に気にしなくていいよ。いえいえ、そんなわけには。あんな強そうな魔物から助けてもらったんですし。いいっていいって、ほんと気にしないで。うん、すみません。イエルチェさんって強いんですね。私すっごい憧れちゃいます。ん？強い？私が？ないよ。ま、そこそこの腕前はあるつもりだけど、所詮そこそこだからね。あたしが強いんじゃなくて、ルルアちゃんが弱いんじゃないのかな。うい、それは言い返せない。旅をしてるみたいだけど、
護衛からはぐれないようにするんだよ。じゃねー。お、行っちゃった。結局俺できなかったな。ルルア、ルルアちゃん大丈夫？お、みんな。うん、平気。魔物に襲われたけど助けてもらった。助けてもらった？うん、まあ怪我がないみたいで何よりだわ。まったく、だから忠告したんだ。これからは単独行動は慎めよ。大体。はい、ごめんなさい。すみません、反省してます。はい。おやつを持ってきてあるの。みんなで一緒に食べようよ。解読できそうな予感。これは調合に使えそう。何の材料になるか調べないと。お、これは役に立ちそうだね。どんなものが作れるかな。よいしょ。植物は錬金術の一気加成だ。火星だ。ファイトファイト。狩りの時間だよ。迅速だ。
道具で。止めてみろ。それ私たちの勝ちだね。虫取りは得意だよ。錬金術の材料にもなるし、お得だね。大物来い来い。やった。何が釣れるかな。槍。大物来い来い。なんとかなるな。迅速だ。それ。これはどう？ドカンと行くよ。狩りの時間だよ。今がチャンス。楽勝楽勝超楽勝。これでまた最強の座に。当然の結果だな。と、それそれそれ。えい。と、と、えい。さ、行きましょう。頑張っていこう。迅速だ。よいしょ。燃料燃料。引火しないように気をつけないと。チャンスみたいよ。と、いや。この道具。遅い。てや。私たちの勝ちだね。やっ。おーいさ。機体か。釜に入れるときにボコボコっていうのが楽しいよね。と、えい、えい、と、と、と、えい。ちょっとアトリエに戻った方がいいかもね。目的地はどこだ？ま、どこでも同じだがな。忘れちゃいそう。
お、これは役に立ちそうだね。どんなものが作れるかな。ここだ。虫取りは得意だよ。錬金術の材料にもなるし、お得だね。大物来い来い。調べないと。余裕余裕。くらえ。追い打ち。狩りの時間だよ。切り裂く。この道具。当然の結果だな。死体か。釜に入れるときにボコボコっていうのが楽しいよね。よいしょ。燃料は燃料。引火しないように気をつけないと。それそれそれ。行くぞ。これでどう？ドカンと行くよ。切り裂く。伝わっておき。それ。楽勝すぎてつまらないわね。行くぞ。神速だ。これでどう。道具行くわよ。ドカンと行くよ。それはどう。楽勝すぎてつまらないわね。何が見つかるかな。ただいま。ドロアちゃん。おかえり。え、ピアニャ師匠、もしかして酔ってらっしゃいます。酔ってる？私が？そんなわけないでしょ。くにょくにょ。完全に酔ってるじゃないですか。でもどうして。あ、この包み紙、お酒入りのチョコレートのやつ。もしかして師匠ってめちゃくちゃお酒弱いんじゃ。ほーら、何ブツブツ言ってるの。ルルアちゃん、うにゅ、つ、捕まった。ルルアちゃんさ、前から思ってたんだけどさ、すっごい可愛いよね。うふふ、ひひひ。ああ、チューしないで。恥ずかしい。チューしないで。あははは、
あたしのチューが受けられないの。チュールルアちゃん大好き。いつもの師匠と違いすぎて反応に困るよ。頭痛い。私は一体何を。あ、師匠、目が覚めましたか。どうしたのルルアちゃん、そんなに冷たい目をして。いえ、知らない方が幸せだと思いますよ。それと師匠、私一つ決めたことがあります。はい。どんなことでしょうか。私大人になってもお酒絶対に飲みません。酒は飲んでも飲まれるなです。それでは。え、ちょっと何があったの。ねえルルアちゃん、おーい。よいしょっと。考えをまとめて。ここはこう。解読完了。考えをまとめて。同じだよ。なるほど、ツルハシを自分で作って自分で使うなんて、錬金術師って重労働なんだね。ルルアちゃん、お疲れ様。なんか心配されちゃってる。ありがとうね、エーファー。